スポーツ振興くじは、サッカーの指定された試合の結果あるいは各チームの得点数を予想して投票し、的中すると当選金を受けることができる。正式名称は、スポーツ振興投票。一般的には、サッカーくじと呼ばれ、ととの相性がついている。根拠法は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律。文部科学省の指導監督のもと、 独立行政法人日本スポーツ振興センターにより運営、発売が行われている。スポーツとついているが実際には男子サッカーの試合のみが対象となっている。2013年までは日本プロサッカーリーグの試合のみが対象となっていた。2013年10月18日に法改正があり指定組織に所属する者が編成する。 サッカーチーム相互間において行われるサッカーの試合であることの基準に合致すれば海外サッカーも対象とすることが可能となった。現在、9時の対象とできる試合を主催する団体及び各団体が運営する試合は以下の通りである。太字は2014年5月時点での9時対象試合。日本プロサッカーリーグ以外は 平成25年文部科学省国時第141号にて指定2005年12月までは理想な銀行に販売業務を委託する形で運営されていた。大和銀行からノウハウを学ぶためである。実際の売りさばき管理業務は日本スポーツ振興くじ株式会社に採択されていた。設定できる。 当選金の上限額は当初は1口当たりの発売額の100万倍であった。2013年10月の法改正により発売額の250万倍まで引き上げられた。2015年より都都について最高当選金額が上限いっぱいに引き上げられる。青少年の健全な成長やスポーツのあり方を歪めるものとして日本共産党をはじめ日本弁護士連合会。 日本 PTA 全国協議会、大田隆東大名誉教授、長島修夫巨人監督、三段飛びで、オリンピック金メダリストとなった南部田平、プロ野球開発協議会などが反対、国会への法案提出も3回延期された。ととは、以下のスポーツ振興に必要な財源確保のため、宝くじのように、広く小口の寄付を募るという考えのもと導入された。当初は、 J リーグ公式戦において、トトが発売された。2005年度からは、リーグカップ準々決勝のトトゴール3の発売を、皮切りに、天皇杯の試合を対象にしたものも発売されている。また、2006年からは、対象試合が2試合となる、トトゴール2の発売も開始されている。2013年11月より、ランダム計9時において、ドイツのブンデスリーが、 イングランドのプレミアリーグフットボールリーグチャンピオンシップ FA カップを対象とする商品が発売され、これまで国内サッカーのオフシーズンである期間は中断していたくじの販売が通年となる。また2014年6月には 2014FIFA ワールドカップブラジル大会を対象としたトトワールドカップトトを発売する。対象となるのは予選リーグの特定の試合によるトト ミニトト、トトゴール3、ビッグ、ビッグ1000、ミニビッグと決勝トーナメントを対象としたトトゴール3である。なお、国際サッカー連盟が主催する国際大会を賭けの対象とするのは今回がトト導入以来史上初である。2015年からは海外、トトとして上記国外2カ国3大会の試合を 賭けの対象とした選択式くじの商品の発売も開始された。これによりトトの全賭け式が数年発売となった。トト直営投票所、トトプラザ大阪2021年4月現在、トトチケットを購入できる場所は以下の通りとなっている。スポーツ振興投票の実施等に関する法律第9条の規定により、19歳未満の者のくじ購入及び譲り受け、 当選金の受け取りは禁止されている。また、プロサッカーリーグに関わる選手、監督、役員も禁止となっている。日本スポーツ振興センターととスポーツ振興基金と女性事業より作成。くじの種類を予想方法で分けると、購入者が自分で予想する選択式が4種類、コンピューターがランダムに選択するランダム式が三種類の計七種類あり。 選択式については、コンピューターがランダムに選択する方法も選択できる。トト配分元の金額は、発売金額の50%である。ミニトト配分元の金額は、発売金額の50%である。トトゴール3配分元の金額は、発売金額の50%である。トトゴール2配分元の金額は、発売金額の50%である。以下の四つの形式は、 購入者の予想にかかわらず、ホームチームの90分間での勝ちイコール、1、その対イコール、0、負けイコール、2をコンピュータが自動的に選択する。このランダム方式は、戦前に発売されていたガラバケンと同じ考え方である。ビッグ配分元の金額は、発売金額の50%である。ミニビッグ配分元の金額は、発売金額の50%である。 ビッグ1配分元の金額は発売金額の50%である。100円ビッグ配分元の金額は発売金額の50%である。また、次の形式は購入者の予想に関わらず、各試合ごとの総得点が1点1回イコール、1、2点イコール、2、3点イコール、3、4点以上イコール、4をコンピュータが自動的に選択する。メガビッ配分元の金額は、 発売金額の50%である。売上規模の予測見込みの甘さにより、2006年度までは大幅に赤字を計上していたが、党により黒字化され、2008年度には過去の損失すべてが解消された。ありがとうございます。